80年代にドラマスクールウォーズで人気を博し、その後も俳優として活躍していた松村雄基さん。順風満帆な芸能生活の一方で、私生活では介護で大変苦労していました。昼夜逆転するほどの生活を10年くらい続けたそうですが、松村さんはなぜそのような生活になったのでしょうか。経歴や現在の活動とともにご紹介していきます。松村雄基のプロフィール。松村さんは家庭の事情で小さい頃から祖母と二人暮らしでした。母親代わりの祖母に育てられ、学生時代まで祖母は詩吟の先生をしており、自宅に生徒を集めて教えていたそうです。また、松村さんも小学生の時には新聞配達の手伝いなどをして家計を助けていました。中学生の頃の将来の夢は中国語の翻訳や外交官になることだったそうですが、同級生の母親から旧知の芸能事務所社長を紹介されたことが縁で芸能界入りすることに。芸能入りのきっかけをくれた同級生に事務所を紹介してくれた理由を尋ねると、生徒会長として喋る姿を見て、あんたは芸能界で生きていけそうな気がしたと言われたそうです。そして中学3年から高校1年の2年間劇団俳唱のタレント育成コースで演技の基礎を学んだ後、東京都立板橋高校在学中にテレビドラマ生徒諸君の沖田ナルト氏役でデビュー。1984年放送の少女が大人になる時その細き道で大英テレビドラマの初レギュラーとなり、以後不良少女と呼ばれてスクールウォーズとレギュラー出演が続き、1980年代には大英ドラマの常連男優として活躍しました。1993年、30歳頃からは舞台出演のオファーが来るようになり、その後、毎年平均4本のペースで出演するようになります。また俳優以外にも、1981年にCBS ソニーからレコードデビューしていました。俳優業が忙しくなり、しばらく歌手活動を休止していましたが、2006年には歌手活動も再開され、2013年には26年ぶりのオリジナルアルバムをリリースされています。祖母の介護で。祖母が母親代わりだった松村さん。ずっと二人暮らしだったため、デビュー当時は、祖母を一人にしてはかわいそう、と撮影現場に連れて行っていたそうです。ところがデビュー翌年、18歳の時に、祖母は脳梗塞で倒れてしまいました。会話はできますが、後遺症で体の自由が利かない状態となり、仕事と並行して自宅の祖母の介護を始めたのです。トイレの介助を行ったり、風呂なしアパートで暮らしていた頃は、銭湯まで祖母をおんぶして連れて行っていたとか。その後どんどん売れっ子俳優となり、毎日のようにスケジュールが入り出すと、日中は近所に暮らすおばやおじの手を借りながら介護を続けていました。そんな時も松村さんは、始発で撮影所に向かい、終電では自宅に戻り、おばと交代しながら介護するという日々を送っていたそうです。また、昼夜逆転していた祖母の生活に合わせ、松村さんも夜中に起きて台本を覚えていたといいます。このように、松村さんは売れっ子ながら、介護と仕事を両立するという大変な日々を10年間も続けてきました。しかしその頃には、祖母の認知症が進み、在宅介護では手に負えない状況となってしまい、見かねた所属事務所が、祖母を特別養護老人ホームに預けることを提案。松村さんはそんな状況でも、
自分で介護できなくなっていいのかと悩んでいましたが、松村さんの気持ちを察した様子の祖母は、いいよ、おばあちゃん行くよ、優しく声をかけたそうです。松村さんは当時について、きっと老人ホームには行きたくなかっただろうに、笑顔でそう言ってくれた優しい祖母ですと語っていました。そして祖母が施設に入所してからも、松村さんはたびたび祖母の元を訪れ、様子を見に行きましたが、当時すでに人気俳優だったために、有名人が来たと騒動になってしまうことも多々あり、周囲に迷惑がかかるため別の施設に移転させることもあったそうです。そして施設で暮らすようになってから10年後、祖母は88歳で亡くなりました。松村さんは介護してきた20年間を振り返り、まだ一緒に暮らしていた頃、二人で夜中に話していると、認知症なのに時々意識がはっきりすることがあって、あんな頃があったね、楽しかったねと思い出話をしてくれました。介護の生活は大変だったけれど、孫としてゆっくり向き合えた時間は私にとってかけがえのない宝物ですと語っています。とてもおばあちゃん思いの優しい方だということがよくわかりますね。松村雄貴の性格。祖母とのエピソードを聞く限り、非常に優しい方という印象の松村さんですが、芸能界でもとても人柄がいいことで知られているようです。ドラマや舞台の共演者たちは、松村さんについて、真面目で優しくて気配りができて礼儀正しいと、その人柄を高く評価しています。また共演者だけではなく、スタッフや関係者から評判もいいようで、非常に豆で人当たりも良く、松村さんのことを悪く言う人はいないんじゃないかとのこと。演技力はもちろんですが、そんな素晴らしい人柄のおかげもあって、出演が途切れないのかもしれませんね。意外な特技とは。松村さんは俳優、歌手としての活動のほか、書道家としての顔を持っており、それもかなりの腕前のようです。30歳の時に、たまたま大谷仙二さんの著書を手にする機会があったという松村さん。これがきっかけで興味を持ち、書道家、早乙女玉寛さんに弟子入りし、習い始めました。そしてわずか2年後には、内閣総理大臣賞を受賞し、その腕前は最上位の師範代にまで達しています。また、ファンクラブ会員へ3ヶ月に一度、書道の腕を生かした手書きの解放を送っているようです。過去の熱愛報道。松村さんは過去に女優の伊藤かずえさんや川上麻衣子さんとの熱愛が噂されました。特に共演をきっかけに交際が始まったとされている川上さんとの関係は大きく報じられました。1992年には川上さんが交際宣言をしており、家族ぐるみの関係だったようです。結婚秒読みと思われていた二人でしたが、交際中に川上さんが柔道家の吉田秀彦さんと自宅マンションにお泊まりする様子がキャッチされたのです。川上さんは報道を受けて会見を開き、吉田さんが泥酔して車で帰れなくなってしまったため仕方なく止めたと釈明しました。その後川上さんは松村さんに謝罪し、二人の交際は続いていたようで、1995年には二人で富士山デートしている様子も報じられました。しかし翌年の1996年、川上さんは中学時代の同級生と結婚を発表。いつの間にか破局していたようです。あの大物演歌歌手と、その後2010年になると
松村さんが演歌歌手の氷川きよしさんと二人でいるところを週刊誌にキャッチされ、大きな話題となりました。掲載された写真では、氷川さんが松村さんのズボンの後ろポケットに手を入れ、仲睦まじく歩いている様子が写っていました。このスクープは世間に大きく報じられ、それ以降二人は会っていないと見られていましたが、2014年になると再び、伊豆の別荘に二人で宿泊しているところがスクープされました。松村さんの事務所は一緒に宿泊したことは認めましたが、あくまでも氷川さんとは友人関係であると回答しています。現在は？松村さんは近年シャンソン歌手としても活動しています。2016年からシャンソンにハマり出し、その翌年から本格的に歌うようになり、2019年2月には都内でライブを開催しています。松村さんがシャンソンにハマり出したきっかけは、新宿2丁目でバーを営むシャンソン歌手との出会いだったそうです。氷川きよしさんとの一件もあり、松村さんの恋愛対象についていろいろな噂が飛び交いましたが、シャンソン歌手といえばそちらの組合の方が多いということから、これは事実上松村さんのカミングアウトであるとも言われています。いかがだったでしょうか。祖母の介護をしながら人気俳優として活躍してきた松村さん。非常に優しいお人柄のようで、好感度がますます上がりましたね。恋愛や結婚の方も気になるところですが、これからも多方面で活躍してほしいです。